カードラボサテライトショップチャンネル。はい、どうもマコです。マッシュです。はい、マッシュさん。はい。今回は何をしていくかと言いますと、はいはい。6月12日発売、アニメーションクロニクル2021に収録されるクリボーデッキを紹介していくんです。おー、いいですね。はい。遊戯王デュエルモンスターズから登場して根強い人気のあるマスコットモンスター、クリボーが強化されました。今までもクリボーの派生カードは数多くありましたが、ついにデッキを組めるようになったんですね。嬉しいですね。はい。それではマッシュさん、早速紹介お願いします。はい。まずは魔法カードのティンクル5スターです。はい。自分フィールドのモンスターがレベル5モンスター1体のみの場合に、そのモンスターをリリースすると発動できるカードで、手札、デッキ、墓地から、クリバー、クリビー、クリブー、クリベー、クリボーを1体ずつ選んで特殊召喚することができます。この効果で特殊召喚したモンスターはアドバンス召喚のためのリリースができなくなりますが、それ以外に制限はないのでエクシーズ召喚やリンク召喚につながりそうですね。それは自由度が高いですね。そうなんです。モンスターにも新カードが登場していますよ。ティンクル5スターで特殊召喚できるクリバー、クリビー、クリブー、クリベーはクリボーと同じく闇属性、悪魔属、レベル1、攻撃力300、守備力200で統一されているんです。クリボーたちは手札から捨てたり、戦闘で破壊された時に発動する効果を持っており、墓地からも特殊召喚ができるティンクル5スターと噛み合っていますね。さらにレベル5のモンスターもいます。それがクリバビロンです。自分の墓地のモンスターが相手の墓地のモンスターより多い場合という簡単な条件で自身を手札から特殊召喚できるので、ティンクル5スターのリリース用にもバッチリですね。元々の攻撃力が1500とちょっと物足りない数値なんですが、自分のフィールド墓地のクリボーモンスター1体につき攻撃力守備力ともに300アップします。クリバー、クリビー、クリブー、クリベーはルール上クリボーモンスターとして扱う効果を持っているため、このデッキであれば簡単に3000を超える高い攻撃力までアップできるでしょう。強力ですね。さらにこのカード自身もクリボーたち5体を特殊召喚する効果を持っています。手札、墓地からしか特殊召喚ができない代わりに、自分のバトルフェーズにも効果を発動できるので、連続攻撃が狙えるんですね。最後のもう一押しという時に光りそうな効果ですね。もちろん、これで仕留めきれなかった場合の防御面もバッチリなんです。メインフェーズ2でクリバーの効果を使用することで、再びクリバビロンを特殊召喚ができます。相手ターンに低い攻撃力のモンスターが攻撃表示で残る心配がありませんね。またこのデッキはエクストラデッキの自由度が非常に高いことも特徴の一つです。多くのモンスターを同時に特殊召喚することができるので、様々なリンクモンスターと相性がいいんですね。今回はバレルソードドラゴンやサロスエレスクルヌギアスを入れていますが、他にもリンク素材としたモンスターの数が多いほど強力になる照明の神級アポロウーサなんかもいいと思います。またクリボーたちがレベル1ということで、ランク1エクシーズモンスターであり直接攻撃ができる効果を持つリリカルルスキニア、アセンブリーナイチンゲール、そしてそれに重ねてエクシーズ召喚ができるネガロギア、アーゼウスもおすすめカードです。ここからは今回は採用しなかったものの相性のいいカードを紹介していきます。まずは隣の芝刈りです。お、芝刈り。はい。自分のデッキ枚数が相手よりも多い場合に、デッキの枚数が相手と同じになるように自身のデッキの上からカードを墓地へ送ることができるこのカードは、クリボーデッキと相性がぴったりなんです。墓地にクリボーモンスターが送られれば送られるほど攻撃力が上がるクリバビロンとはもちろん、クリボーンを墓地へ送ることができれば、相手モンスターの攻撃宣言時にこのカードを除外することで自分の墓地のクリボーモンスターを任意の数だけ特殊召喚することができます。この効果にはターンに1回の制限がありませんので、複数枚墓地にある場合はそれだけ相手の攻撃を防ぐことができますね。続けては魔法石の採掘です。クリボーデッキの要であるティンクル5スターを手札に確保する手段としては、クリビーの丸1の効果があるのですが、戦闘で破壊された時限定という効果なのでちょっと難しいですよね。そこで魔法石の採掘を使えば、一度使ったティンクル5スターを再利用できる上に、手札に来たクリボーたちを捨てることもできます。ティンクル5スターの墓地から特殊召喚することもできる効果と相性が良く、無駄がありませんね。先ほど紹介した隣の芝刈りでティンクル5スターが墓地へ送られてしまったとしても、このカードを使えば手札に加えることができるため、合わせて採用するのもいいかもしれません。モンスターカードからはリンクスレイヤーがおすすめです。自分フィールドにモンスターが存在しない場合に、手札から特殊召喚できるレベル5のモンスターで、このカードを特殊召喚できる状況であれば、そのままティンクル5スターを発動することができます。手札にこの2枚のカードがあれば、フィールドに5体のモンスターを特殊召喚できる動きになるため、非常に強力ですね。このようにクリボーデッキはフ
フィールドにたくさんのモンスターを召喚しやすいテーマなので、絶望神アンチホープやデスティニーヒーローブルーディなどの特殊召喚の条件に複数体のモンスターを必要とするモンスターとも相性がいいと思います。皆さんもいろいろなカードと組み合わせてみてください。ということで、ここまで紹介してきましたが、クリボーといえば遊戯王を代表するモンスターですが、そのクリボーでデッキを組むことができるんだったら嬉しいですね。はい、そうですね。はい、マコさんどうですか、今回の新カードを見て。そうですね、僕としては昔、ハネクリボーレベル10のアルティメットレアがパックから出たことがあるので、はいはいはい、ちょっとそのハネクリボーレベル10が今回の新カードと一緒に使えるのかが気になるところですね。はいはいはい、いやもうこれやっぱクリボーっていう名称が一緒なので、うん、そこはもう全然デッキとして組めると思います。いやちょっと楽しみですね。はい、こうやって昔のカードを使ってこうまた新しいカードと合わせて、デッキを考えるのも本当に楽しいところだと思いますね。はい、まあ、そんなわけで全世界のクリボーファン、はい、遊戯王ファンの皆さんもアニメーションクロニクル2021に収録されるクリボーたちを使ってぜひデッキを組んでみてください。はい、こんな感じで普段カードの紹介や対戦を行っていますんで、気になった方はぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。ツイッターでの拡散もしていただけると大変嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。というわけで今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。ターンエンド。